こちらいつも通りの 4-2-3-1 を予想しています。ゴールキーパーは大友、4バック右から安西、井上、藤崎、浜、ダブルボランチはキャプテンの菅井と徳永で組みます。2列目右に染谷、中央に佐藤、左に高橋純也、そして今日ワントップにはエース渡辺が出場停止ということもあって9番の今村雄介が入ります。アウェーのカターレ富山のスターティングメンバーです。こちらは 3-1-4-2 を予想しています。ゴールキーパーキャプテンの西部、3バックは八木下、林道、利根、アンカーポジションにはつぶし屋の姫野、右のワイドに音泉、左に安藤、インサイドには椎名と花井です。そして2トップはこの夏加入ブラジル人のマテウス、大野、この2人が組みます。こちらは前節と全く同じ11人で来ました。ここはロングボールで来ました。大友セカンドボールを回収、佐藤から裏に抜けてきた今村、今村かわして左足シュート、初ゴールが生まれました。今村今日絶対取りたいと話していた今村がチャンスをつかみ取りました。中盤のところでまたボールを奪いまして素早く今村につけてきました。佐藤からのボール、中に選手もいなかったのでもうすでに自分の中でイメージはできたかもしれません。高橋純也です。オーバーラップは浜、浜が上がってきます。まだ残す佐藤、ちょっと足を滑らせましたが浜のシュート、この位置まで上がってきました。左サイドバックの浜です。安藤、一度下げさせました。沼津の守備奪いました。カウンター、中央徳永、左には今村、右には佐藤、佐藤にボールが出ました。少し長くなりましたが佐藤は柔らかいボール、後ろからヘディング、こぼれてもう一度高橋純也、追加点、今シーズン3ゴール目を叩き出しました高橋。相手のパスミスを徳永が運んで、この時点で右左選択肢2つ、少し長くなったんですけれども、この時後ろから高橋がしっかりと走り込んでいました。一度西部も防ぎましたが再び押し込んだ高橋純也、姫野が奪います。そして花井、ここも寄せが速い沼津、ただ空いたスペース、安藤クロス、花井のシュート、最初の決定機を作りました富山、初めてのチャンス。先ほどは八木下に当ててきました、コーナーキックです。これ中央ヘディング、キーパー防ぎました。大友のナイスセーブ。花井のキック、ファーサイド、頭林道、セカンドボールは末木が先に触りました。アドバンテージを見ています。安藤の左足、積極的に打っていきました安藤。末木前を向きます。椎名からマテウス、うまくターンをしました。マテウスシュート、1点返しました。後半の立ち上がり追いかけていた富山、新加入のマテウスが仕事をしました。得点が欲しいこの試合で J 初ゴールを決めましたマテウス。ここで自らターンをしてニアサイドに、前線はマテウスを中央、そして左に高橋俊太、右に椎名というような3トップ気味。安藤が上がってきます。安藤シュートコースができた、マテウスです。椎名打っていく、8人がボックス内に入りました。
ボックス内にふわりとしたボール跳ね返したところで試合終了の笛、その瞬間サポーターから大きな拍手が沸き起こりました。ホームの沼津守り切りました。首位の富山相手に3試合ぶりの勝利。